ギッサール山脈は、中央アジアの山脈であり、パミール・アライ山脈の西部に位置する。タジキスタンとウズベキスタンの領土にまたがって、ほぼ東西に 200km 以上にわたって伸びている。ギッサール山脈は、ザラフシャン山脈の南側、ドゥシャンベの北に位置し、タジキスタンの共和国直轄地、ギッサール地区から、ウズベキスタンのスルハンダリア州の北端へと至る。 標高3372メートルのアンゾブ峠は、ギッサール山脈を越えて、ウズベキスタンの首都タシュケントとタジキスタンの首都ドゥシャンベを結ぶルートの一部となっている。ギッサール山脈の最高峰は、標高4643メーターズで、タジキスタンとの国境に近いウズベキスタン領内にあり、ドゥシャンベの北西に位置している。かつては、ソビエト連邦共産党、 第22回大会記念法と称されていたこの最高峰はハズレットスルタンさんといいウズベキスタンの最高地点でもある。ギッサール山脈は地質学的には主に結晶質岩、結晶変岩、砂岩からなり、ところどころに加工岩の貫入が見られる。ギッサール峡国はシルケント国立公園を含み、 3000ヘクタールの保護地域が確保されており、今後さらに3万ヘクタールほど拡大されることが見込まれているが、歴史的、科学的に興味を引く場所が極めて数多く集中している。ありがとうございます。